長澤まさみ、モデルプレスイコール九月九日、女優の長澤まさみが九日、都内で行われた映画、散歩する侵略者の初日舞台挨拶に、松田竜平、長谷川博美、高杉誠中、常松ゆり、メガホンを取った黒沢清監督と共に登壇した。劇団、生き埋めの人気舞台、散歩する侵略者を映画化した同作は、数日間の行方不明の後、 夫が侵略者に乗っ取られて、別人のようになって帰ってくるというストーリー。夫の異変に戸惑いを感じながらも、夫婦の再生のために奔走する、主人公の加瀬なるみを長沢が演じ、侵略者に乗っ取られた夫の加瀬正春を松田が演じる。いつもに怒っている役を演じて、怒るっていう感情の中に、なるみのべてが注ぎ込まれていたので、それは愛情だったり、優しさだったり、 悔しさだったり、いろんな感情が怒りっていうものに集約されていたので、人間らしい役を演じられて、とても勉強になりましたとしみじみと感想を語った長沢。その期間は、プライベートもイライラしていたか尋ねられると、大丈夫でしたかっこ笑い。切り替えさせていただきましたとコメントした。そんな長沢と、初仕事だったという黒沢監督は、お、お願いしますって言うと、 普通、はいとか、やだとか反応が返ってくるんですけど、長沢さんは、あ、はいって言うんです。一回、あ、って、虚無的な顔をされて、はいってと解雇。これは、嬉しいやら困ったやらで、でも必ずやってくれる頼もしい女優でしたと評価すると、長沢は多分考えているんです。あ、と、はいの間に、できるかな、あ、はいってと弁解した。 松田龍平がホッとした言葉また、侵略者に乗っ取られる役を演じた松田は、制作人からも、この役は、松田さんしかいないとの声が上がっていたそうで、松田は、黒沢さんにも撮影に入る前にお会いしたんですけど、宇宙人みたいですね。そのままでいてくれればいいですって言われて、すごくホッとしたのを覚えていますと10回、スクリーンに映っている姿は、普段の松田のままなのかとわれると、いや、 違いますねと否定し、宇宙人と言っても見た目も人間ですし、概念を一つも持っていない空っぽな状態で、そんな僕を皆さんに手を取って引っ張っていってもらったなという感じなので、自分で何かしたなという実感は全然ないんですけど、好奇心みたいなものは持ちながらやっていましたと役を演じる上での思いを明かした。高杉誠中、やっと出会えた感がありました。そして、松田と同様に、 侵略者を演じた高杉は、僕は概念を割と持っている侵略者だったので、そこはどうしたらもっと侵略者っぽくなるのかと考えて、やらせていただきましたと告白。侵略者同士の交流については、松田が一緒のシーンがなかったから、同じ宇宙人だし、どういう感じでやられているのか気になっていました。あるシーンで初めてお芝居をするときは、あ、って感じがしましたと話すと、高杉も、 すごく不思議な感じで、やっと出会えた感がありましたと語った。なお、同舞台挨拶では、同映画が10月中旬から開催される、第22回不参国際映画祭に、正式出品されることが発表された。マダルプレス編集部、ノットスポーンスアード記事。<music>